然とね、もらうばっかりじゃなくて人に与えてあげるってすごいことだね。何もあげられないけどさ、でも一番欲しがってる愛だよ。愛のエネルギーあげられるってすごいじゃん。お金で買えないよ、これ。おめでとうございます。そのままで大丈夫。あのクオーで4回目ですけど本当にすごかったです。毎回もうだから毎回行きたいです。今日印象に残ったのはやっぱりそのままで大丈夫がますます背骨に入りました。ありがとうございます。今日はもう江口社長のやっぱりあの本ね、あれが大丈夫がこう繋がりましたね。宇宙と最後に引いたあの宇宙三次のかあそこが最終的なね、神様に報告できる、そこが非常に感動しました。はい、大丈夫っていう気持ちをさらに噛み締めることができました。自分も大丈夫だし相手も大丈夫だなと思います。大丈夫だっていう言葉をもっともっと言い続けて、これからまた大丈夫いきたいなと思いました。やっぱり大丈夫ってことはそれは愛の言葉だということをあの恵美子先生に改めて聞いたことが私にとってすごく大事なことを得られたことでした。本当に最高でした。もうすごく心に響いて世界が平和になるようにとにかく愛の心を持って広げていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。恵美子社長感謝します。子供が親を選んで生まれてくるっていうその話が僕ちょっともう涙が出るほど嬉しかったです。良かったです。恵美子社長ありがとうございます。そのままで大丈夫続けます。ありがとうございました。全部印象的でした。これからも国のために頑張ります。帯広は恵美子社長の波動で大丈夫。毎回勉強になります。ありがとうございます。照れるじゃないですか。もういい話とか、いや本当にいい話ありがとうございます。僕も大丈夫毎日言って、そう自分の背骨に大丈夫の柱を立てれるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もね、楽しくやらせていただきました。なんかねみんなね幸せそうな顔していただいたので大成功でした。帯広は第1回目、初めて、魔法の言葉の講演会をやった場所だったので、ね、何ヶ月ぶりかで帰ってきて、皆さんの成長ぶりも分かったし、そして、私の方もいっぱいいろんなところで講演に行って、そしてまた皆さんからのいろんなメッセージもらいながら私も大きく成長したかなと思います。そんなことを感じた今日でした。で、本当干ばくサーモンじゃないんだけど大きく育って帰ってきそうみたいな感じですね。はい。で、あの十勝って本当にふるさとだからね、まあ、全国どこ行ってもふるさとなんだけどね、魂のねつながってる仲間がいる場所は魂のふるさとの場所なんだけど、なんかね小さい時から生まれ育った場所ってやっぱり水が馴染むっていうのかな、なんかそんな感じでしました。そして今日ねいろんな人たちいた中で、初めての人も結構ね多く来てくださいました。そして今日みんなでまたねこうあの話をしたり体験を話したことによってよりねそのハンドヒーリング愛のハンドヒーリングの意味も分かったし、それからね今日もみんなで地球にやったりね、世界にやったりいろんなことしたんで、ここの中から宇宙旅行行っちゃった感じでしたね。宇宙旅行じゃないな、世界一周旅行。最後にエミさんも地球に向かってやったら地球がうわーってすごいエネルギーうわーって発信してた。それでみんなでやって終わった時みんなの顔 めっちゃ白くなってて光ってたのね。すごい、あすごいよこれ、すごい。みんなも言ってたわーってね、みんな目を開けた時うわーって言ってました。白くなってた、みんなが明るくなっちゃったんだよね。そういうことなのよ。だから魂を浄化できました。今回もバッチリ魂の自覚化、そしてここからその体にエネルギーを入れる居酒屋へ行きます。じゃあねー。でもすごいやる気十分の感じ。あのこのお店すごいです。やる気十分、やる気十分、看板中に出てる。すごい、帯広もおしゃれな店が増えた。商人の街になりましたね、この映像なんか。見てよこの映像、これ見たら入りたくてくるね。お腹すいてるから、つられちゃうよね。
お腹空いてるからもう釣られちゃいます。あのね、あそこの戸籍ビルの、ね、地下で、はい、今はもうなくなりましたミュージックパブゼロっていうところが貧困館っていうお店だったんですけど、えみちゃんはカラオケ大会で散々そこでブイブイはしてました。佐々木ひとりさんも来てましたり、してたんですけど、とにかくカラオケ大会とかで、ね、いっぱいやってて楽しかったです。お店もなんかいろんな思い出がいっぱいあってめちゃくちゃね楽しいとこですね。なんかこれなんか漁師の町みたいに天気がこうなんかイカ釣り船のようにすごい電気がついてて、すごいね、やる気十分って感じ。はい、ね、こんだけやる気あったら入っちゃうかなって気になっちゃうよね。そこがすごいね。面白いんですが、会っただけでパワーをいただけて最高です。間に合いました。良かった。これ奇跡だと。ありがとうございます。ハンドヒーリング本当にすごいですね。まだまだね、ちょっと気持ち弱かったなと思いましたね。またさせていただきますので、はい、またこれからもご指導よろしくお願いいたします。これがすごい良かったです。ありがとうございます。めちゃくちゃこれ熱いんだけど、これハッサン、どうも今日ありがとうございました。ね、本当に皆さんと会えて良かったし、愛の交換ができて良かったです。いっぱい愛をね、ためてね、光り輝いてね、それで魂ね、光り輝くんだよ。大好きです。いやでも今日のね、皆さんにもいっぱいね、愛をね充満させて、引き寄せるものは愛だよ、うん、そのお金は後からついてくるから。やっぱり豊かさって何ですかって言ったら愛がいっぱいあるかどうかかなと思うんだ。だからね、やっぱりひとりさんの今やってる愛のハンドヒーリングって愛が充満するのと同時に、嫌なものが浄化されて綺麗になるので、魂が。だから魂が綺麗になったら愛でしょ。そうするとそのものが引き寄せれる。これが究極の引き寄せかな、うん、そう思います。私たちおかげさまでその究極の引き寄せを勉強させてもらってきて今があります。ぜひ皆さんも愛あるね、言葉を出して愛ある考え方、そして行動に移せるようにね、しましょうね。よろしくお願いします。イエーイ。で、明日は観音様です。皆さん盛り上がりましょう。おー、ありがとうございました。